の事務所ですよね。そうですよね。ガキが来るようなとこじゃねえんだよ。帰れ。僕、山崎組に入りたいんです。お願いします、入れてください。僕、強くなりたいんです。僕、いじめられててすごい悔しくて、だから強くなりたいんです。そういう場所じゃねえんだよ、ここは。ここで体鍛えて強くなって、あいつらに勝ちたいんです。いじめられっ子が来るようなとこでもねえんだよ。帰れ。偶然ここの看板見つけた時に、ここなら僕も強くなれるかなって、変われるかなと思って、お願いします、山崎組に入れてください。ボクシングジム行けよ。いじめられっ子がボクシング始める感じでヤクザになろうとするんじゃねえよ。偶然看板を見つけた時に中を覗いてみたら、こんな世界があるんだって思って、中のみんなが輝いて見えて、僕もああなりたいなって思って。ボクシングジムなんだよそれ。いじめられっ子がジム見つけて中でスパーリング見た時のやつだから。お前な、ここヤクザの事務所なんだぞ。それ分かって言ってんのか。もちろんです、仕返ししたいんです。僕、ここで強くなって、いじめっ子の首から下を土に埋めて、歯を一本一本ペンチで抜いていってやりたい。ヤクザのやり方じゃないか。こいつヤクザの暴力求めてたのか。強くなりたいんです、ペンチで抜いてやりたいんです。熱い目をすんな。ボクシング目覚めて仕返しとか関係なく強さ求め始めた時の目だから。このまま負けっぱなしは嫌なんです。僕の人生の10カウントはまだされてないんです。そうかもしんないけど、僕の人生のゴングはまだ鳴ってないんです。だとしてもここもっとインファイトでいかなきゃ。今までの僕はまるでアウトボクシングだった。いや、リングに立ってなかったのかもしれない。ボクシングやれよ。ボクシングやりたそうだよ。お願いします、入れてください。ヤクザになってそんなことしなくても、今仕返しすれば済む話なんじゃないの。もちろん仕返ししようと思ってこれも作ったんですけど。お、何それ。このボンベの中に圧縮された空気が入っていて、これを眉間に当ててボタンを押すと、ノーカントリーの殺し方じゃないか。空気圧で殺してくれ。ここにホルダーも作ったんですけど、実行する勇気がなくて。なんでヤクザの事務所来れたんだお前。お前いい加減しろ、もう帰れ。お願いします、入れてください。ダメだっつってんだろ、帰れよ。お願いします、ダメだ、帰れ。おぉ、ボクシングねえ。始めろ今すぐ。内藤大輔みたいになるよ。もういいですよ、組長と話させてもらいます。やめろやめろやめろ。こん中に入ったら子供でも命の保証できねえぞ。構いませんよ、ここで前に進めなかったら一生後悔するんですよ。やめろやめろって、知らない奴が入ったら問答無用で殺されんだよ。死ぬと分かってても前に進まないといけないんです。勇気もあるよお前。いじめっ子の前で出せそれよ。強さと勇気あんだから勝てるよお前も。組長やめろ、杯交わしてください。組長、おい、お願いします、正解にしろよ。入れるのか入れないのか、俺はどっちでもいいんだぜ。ヤクザが変だぞ。なんでいじめられてたんだお前。分かった、俺が組長に話してやるから。その代わり、ここに入るとなったら親と縁切って住み込みで、ここに骨を詰める格好で来いよ。え、無理ですよ、家から通いたいし、続けられるかわかんないから、入会前に体験レッスン受けたいんで、ワンフレットもらえますか。ボクシングジム行け。